この時僕はまだあんなことになるなんて夢にも思っていませんでした。お疲れ様です、コケマルです。僕のチャンネルでは昆虫標本の作り方解説を普段メインでやらせていただいてるんですけれども、今回はですね、企画撮影のために大阪の梅田へ行ってきました。このチャンネルではめっちゃ昆虫が出てきますので、苦手な方は閲覧をお控えください。はい、今回わざわざ何をしに梅田まで行ったかっていうところなんですが、僕の動画での人気企画となってます偽物昆虫を見破れクイズを、リアルに大都会で声かけをして行ったら実際どれぐらいの方が正解できるのか、これを検証するという目的でロケに行ってまいりました。ただ今回動画タイトルやサムネにもあるように、結論大失敗に終わりました。今こうやって笑いながら動画を撮ってるんですけれども、実際相当なショックを受けました。オープニングも入れて全てで6時間ほど撮影した動画素材はほとんど使いません。恥ずかしすぎて正直オクラにしたいと思いました。ただ今回の失敗っていうのは、これからですね YouTube をやりたいっていう方であったりとか、街中でアンケートを実施したいとか、そういった方にとって役立つ情報になるんじゃないかなということも思いましたので、思い切って動画として出すことを決めました。今回の失敗の内容もお見せした上で、どのような点が悪かったのか、どうしたら良かったのかなどをまとめて動画としてお出しできたらというふうに考えております。今回この後流す映像で、ただの痛い人になってるかもしれないんですけれども、普段はですね昆虫標本制作のプロフェッショナルとして自信を持っていろんなテクニックや有益な情報の提供をしております。これからも頑張って動画配信続けていきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンのクリックもよろしくお願いいたします。実際の映像を短いものですが見ていただきたいと思います。それでは VTR スタート。変則、撮影してまして、クイズこれです。これおもちゃ、はい、ありがとうございます。お忙しいところ恐れ入ります、すいません。はい、あ、すいません。はい、はい、やばいですね。いや、僕結構聞くタイプなんで、こんなに無視されると思わなかったですね。頑張りたいと思います。あれ、はい、おもちゃなんですけど、すぐ当ててもらっていいですか。あ、すいません。はい、はい、そういうことですよね。まずクイズにも答えていただくことができなかったんですよ。約3時間ぐらい老若男女100組ぐらいにはお声かけをさせていただいたんですけれども、残念ながら立ち止まって僕のお話を聞いていただける方は0組でした。あまり慣れていないのもあったので、カメラに向かって練習してるシーンがありますのでご覧ください。まあ YouTube でクイズに答えていただくという撮影をやってまして、少しだけお時間をいただけませんでしょうか。はい、今ご覧いただいたような感じでお声かけをさせていただこうと思ってたんですけども、実際には最後までこのセリフを言い切ることが全くできなくて、途中までですみませんでしたっていう形で終わってしまったっていうのがリアルなところでしたね。ということで、クイズの正答率を割り出す以前の問題で失敗になるんですけれども、今回この失敗の原因大きく3つあるというふうに僕は反省したんですよね。1つ目は梅田っていう場所の選定ミス。2つ目は僕が不審者に見えたかもっていうこと。3つ目は知らない人のカメラへの拒否反応。細かく言ったらいっぱいあるかもしれないですが、大きくはこの3つだと考えました。まず最初1なんですけども、梅田、これ無理ゲーです。これから撮ろうと思ってる新人 YouTuber の方は絶対にやめておいた方がいいと思いました。なぜかっていうと、泊まって時間がありそうな方をターゲットにお声かけさせていただこうっていう風に考えたんですよ。お声かけをしようと思ったその瞬間に警備員の方から止められてですね、注意をいただいたんですね。今回大変勉強になったんですけれども、梅田では人が多く集まるような場所での撮影はしてはいけないそうなんです。あとそもそも梅田って撮影禁止って書いてる看板がすごく多いんですよね。もともとそれは知ってたので、そこを避けての撮影のつもりだったんですが、人が集まる場所での撮影っていうのは厳しいと思います。普通に友達同士写真を撮るなど、そういったことはいいと思うんですけど、大々的に企画でやってます感を出すと撮影禁止ということですので、ご注意いただけたらと思います。そういった流れで大失敗しました。
なのでこういう企画を行おうと思った時の事前リサーチは非常に重要だなというふうに今回反省をしました。丸に不審者に見えたかもしれない、これも本当に反省なんですけども、もっと自分が何者で何を目的に行動している人なのかっていうのを一目瞭然分かるようにして行ったらよかったなっていうのは思いましたね。今回カメラマンがいて、僕がいて、ちょっとしたパネルを持ってクイズに答えてくださいっていう風なお声かけ方法だったんですけど、そりゃ何者かもわからない人にいきなりカメラ向けられて近寄ってこられても怖いですよね。当たり前だと思います。今回もしかしたら不快な思いをさせてしまった方がいたかもしれないので、本当に申し訳ないなと思ってます。反省しました。これに関して対策をするとすれば、例えば大きな旗を持っていくであったりとか、自分自身がものすごい有名人になっておく、これぐらいのことをしないといけないんだなっていうふうに思いましたね。頑張ります。はい、3つ目、他人のカメラへの拒否反応。これも当たり前のことだと思いました。2番と重複するところあるかもしれないですけども、何者かもわからない僕みたいな人間にいきなりカメラを向けられて単純に怖いですよね。顔出しはしませんのでという説明をすれば分かっていただけると、安易に考えて実施をしてしまったことはとても甘かったなって自分でも思いますし、実際嫌な思いをもしされた方がいたら、これに関しても本当に申し訳ないなと思いました。 SNS って使い方によっては本当に怖いツールになりうるので、拒否反応を示されることは当たり前だと思いますし、発信者側としましても最大限これでもかというぐらい配慮をした上で行わないといけないなというふうに反省をいたしました。これに関しても対策はいかに信用たる人物になるか、いろんな功績を積むか、これに限ると思います。まだ何者でもない僕の信用を作っていただけるのは視聴者の方々だと思っています。よろしくお願いします。はい、というわけで今回の検証企画は大変申し訳ありません、大失敗に終わりました。もう一発今回の失敗にはオチがありますので、そちらを見ていただいてお別れとしたいと思います。でも必ずリベンジはしたいと考えてます。とはいえ街中ではもうしばらくやめておきます。たくさんの方に迷惑をかけてしまう可能性が高いですのでね。なので次ですね、この企画、偽物昆虫を見破れクイズ、こちらを実施する時には自分のフィールドで戦いたいと思います。以前動画でもご紹介したような福岡での実演会だったりとか、昆虫イベントなどでお客様がいる時に実施をできたらなというふうに考えております。その方が確実にお答えもしていただきやすいと思いますし、何よりも喜んでいただけると思うんですよね。僕はもともと未来ある昆虫好きの子供たちに喜んでもらいたい、笑顔になってもらいたい、こういう気持ちで今の活動があるんですよね。今回の企画では誰も笑顔になりません。僕も失敗して辛かったんですけども、今回大きな学びがあったんじゃないかなと、共有できる部分は皆様にも共有したいなという形で動画を撮ってお届けする形となりました。前回の動画から検証結果楽しみにしていただいた視聴者の方々には大変申し訳なく思うんですけれども、必ずいつか実施を行いますので、その時まで楽しみにお待ちください。それでは最後 VTR スタート。あと撮影時間は残り1時間ぐらいで設定をしてたんですけども、絶対無理です、もうちょっと諦めます。また作戦立て直してリベンジっていう形にするんで、今回企画変えてさっきのヘップに戻りまして昆虫のガチャ回しに行きたいと思います。すみません、では行きましょう。もはや僕にとって今日の楽しみはこのガチャだけです。皆さんありがとうございます。ゴケマルです。昆虫標本制作承っております。詳細は概要欄からどうぞ。